2021年、マインクラフトに新たなるコロッセオが誕生した。それ以来、数多くの者たちがこのコロッセオで戦った。ミニ大会以来、2年ぶりの優勝を成し遂げた者もいた。そして、2024年。カカセイセヨ。2024年、最初の夜、建築勢やアスレの実力者、準優勝者など、ウィーンのコロッセオに集められた精鋭たち。6人全員が優勝候補だ。まさに、美しく、たくましい男たちの祭典。己が最強の力を秘めた男だということを、今宵、証明してみせよう。究極の男は誰だ？最強マインクラフター、元日、頂上決戦、新王者、誕生スペシャル、2024、開幕。皆さん、明けましておめでとうございます。今回は、MC サスケのプロフェッショナルや、ゲームネタ系 YouTuber など、様々なジャンルを極めた男たちがコロッセオに集結いたしました。そんな、2024年元日大会の第一種目は、モンスターボックス。コロッセオの象徴、モンスターボックス。3年前、初めて行われた大会で、高っちが57段を成功。以来、3人の男たちがその記録に並んだが、それを破った者は未だ現れていない。さあどうだーと。果たして今宵、高っちの記録を破る者は、現れるのか。それでは、33段から試技を開始いたします。最初の挑戦者は、ビーヤジャババンの MC サスケで活躍する、大勢です。ビーからの資格、大勢。2017年から、Wii U の MC サスケの歴史を紡いできたものでもある、この男。果たして、ゲンビーデイの意地を見せつけられるか。なんか食らいついていきたいね、本当に。一発、打ちかばってやるみたいな気持ちがもうと思ってます。6人中5人が初出場である今大会。その中でまず、大勢が先陣を切って挑んでいきます。難なくクリアいたしました。Wii U の古参勢でもあるこの男。かなり高さを出しながらかわしていきました。続いての挑戦者は、ホリゾンサスケの完全制覇者、ユーガの挑戦です。ミスタークッキー、ユーガ。ホリゾンサスケ、完全制覇の実績を持つ、この男。マイクラアスレレースでは、史上最多、4度の本戦出場。アスレ勢ナンバーワンの頂に、最も多く近づいた男となった。その実力を持つユーガが、初めてのスポダンに挑む。全種目、一位取って、柔道しようと思います。先日行われたレイオン杯で、史上最多である3度の本戦出場を成し遂げた男。このコロッセオではどうだ？素晴らしい跳躍です。後ろに向きながら着地するという素晴らしいパフォーマンスを見せました。見事です。続いては、サスケに特化した建築勢、モップが挑んでいきます。建築勢、モップ。サスケや逃走中などの建築を極める、この男。YouTube などでは散々いじられてきたが、そのイメージを払拭できるか。6人と、その中の1位になりたいと思います。よろしくお願いします。うぶ主の動画などでは、前回さんにも相談に散々ネタにされてきた男ですが、初出場のスポダンではどうか、難なく超えていきました。MC サスケではサードステージ進出の経験もありますが、その実力を生かした活躍ができるのか、注目です。続いては、サスケやゲームなどのネタ動画を投稿する YouTuber。ラルセイが挑んでいきます。ゲームネタ系 YouTuber、ラルセイ。自身の YouTube チャンネルで、サスケネタやゲーム実況など、様々な動画を投稿するこの男。その実力は未知数だが、果たしてどこまで食い込めるか。ちょっと初挑戦なんだけど、いけるとこまで行きたいって感じ。最近は MC サスケにも参戦するようになったこの男。
超新星 MC サスケ勢として見事成功いたしました。全員が優勝候補である今大会、そんな中でどこまで食い込むことができるのでしょうか。続いては史上最強のネタ枠とされているこの男の登場です。ばあちゃんじいちゃんが挑んでいきます。女好きの老害という肩書きを背負って、あ、ごめんなさい。最強のネタ枠としてこのスポダンに挑んでいきます。さあどうでしょう。余裕の成功です。本家のスポダンも見ていたというこの男。若干上方向に上がりすぎてる気もしますが、この段は難なく成功となりました。いよいよ、33段最後の挑戦者となりました。大会最高記録保持者、チョコレートがコロッセオに帰ってまいりました。チョコレートさんは、2年前に57段を成功。その大会で準優勝まで上り詰めました。チョコレートどうだー。どうだー。2年ぶりの参戦、チョコレート。MC サスケでは自身の実力の高さを生かし、サードステージに進出した経験も持つこの男。2年前に出場した大会では、最後までタカッチを追い詰め、準優勝となった。そんなチョコレートが今回、2年の時を経て復活。果たして、悲願の総合優勝となるか。2年前はショットガンタッチまで行ったので、それを超えるために今回は必ず優勝します。前回の出場では57段を超えたこの男。今回も超えるべく、33段は難なく超えました。前回で57段を超えたなら、今回も超える。その意思が見えた跳躍でした。33段は全員が成功。続く41段は、優雅が飛びついたー。難なく成功です。モップはどうでしょうか。全く問題なし。見事な跳躍です。最強のネタ枠として、ばあちゃんじいちゃんの跳躍、そして見事に着地も決めたー。準優勝経験のあるチョコレート、お手本を見せつけるー。見事成功です。全員がクリア。史上初、出場者全員が49段に進出するという、ハイレベルな戦いとなった。モンスターボックス史上、最高レベルの空中戦となった今大会。制するのは、誰だ？今回の選手紹介 VTR でお借りさせていただいた、ホリゾンさん制作の、ホリゾンサスケ、第500回記念大会や、カナコウさん制作の、霊王杯は、概要欄のリンクを開くと見れるようになってるぜ。ぜひ見てくれよな。史上最高レベルの戦いとなった今大会、全員が進出した49段に最初に挑んでいくのは大勢です。初挑戦で57段に進出したのはこれまでに6人いますが、7人目となるか。57段進出を目指して、さあどうだー。超えましたー。おそらくカットされますが、1回目は失敗しました。そんな中で挑んだ2回目の挑戦では、完璧な跳躍で超えました。続いてはマイクラアスレレースで3大会連続の本戦出場を決めた優雅が挑んでいきます。全種目1位を目指すと語っていたこの男、有言実行に向けて難なく超えていったー。大勢に続いて優雅も49段を成功させました。さすがです。さあ、大勢と優雅に続いてこの男は果たして超えるのかどうか。建築勢、モップが挑んでいきます。普段は街やアスレチックなどを制作するこの男ですが、今日だけはマイクラスト男選手として超えていきました。やはり今大会はレベルが違う。昨年のような新勢力の大躍進が再来しております。なんと、ここまで3人が49段を成功させた。さらに、ばあちゃんじいちゃんも。さあどうだー。完璧です。見事クリア。そしてチョコレートは、実力者のプライドをかけて、あっと足がついてしまったー。1回目は失敗。ここで消えてなるものかー。今度は超えたー。2回目の挑戦でクリア。一方、初挑戦のラルセイは49段で脱落。5人が大会最高記録進出となった。数多くの男たちを阻んだ57段が、ついに姿を現した。その高さは、7ブロック分と雪1枚分だ。
かつて、4人が成功させた、大会最高記録、57弾。数多くの挑戦者の中でも、制圧したのはほんの一握りだ。水泳最高記録か。あー、いっぱい頑張ります。次が最高記録となります。あー、来た。来てしまった。来た、俺ら。いや、68。あ、もう大会最高記録なんですね。で、なんか、思ったよりいけたんで。まあ、行きましょう。前回超えられたからといって、今回超えられるかどうかは、正直言うとわかりません。ですが、超えるつもりでいるので、絶対に成功させてみせます。さあ、行きましょう。いよいよ、7ブロック分の高さに上がった、モンスターボックス。この高さを超えたのは、高槻、サーモン、チョコレート、元カノ4人のみです。果たして今宵、新たなる名を刻む者は、現れるのか？今回は、5人の男たちが、57段に挑みます。最初の挑戦者は、大勢です。数多くの挑戦者を、拒んできたこの高さ。果たして、大勢は超えることができるのか？さあどうだ？乗ってしまった。やはりこの高さ、そう簡単には超えられなかった。大勢の記録は49段となりました。助走の長さ、踏み切り、飛び出し、すべてが完璧でないといけないこの高さ。一人目の挑戦者、大勢はここで脱落です。大勢が脱落し、残る挑戦者は4人となりました。7メートルを超えるこの高さ。果たして、5人目の成功者は現れるのでしょうか。続いての挑戦者は、アスレデイナンバーワンに最も多く近づいた男、ユーガが挑みます。4人が超えたこの高さ。制圧し、5人目の成功者となるか。さあ飛びついたー。超えたー。ユーガがやりましたー。さあ飛びついたー。超えたー。いやでも発生が言えるサーフですよね。さあ飛びついたー。超えたー。ユーガがやりましたー。恐るべき力を持つユーガ。見事、史上5人目の成功となりました。やっここで初めて笑顔を浮かべました。少しで前から助走がスタート。一直線にかけていった。踏み切りのタイミングは完璧。そしてこのクリア。見事な跳躍で57段を制圧しました。ユーガさん、今の気持ちを教えてください。まさかできると思ってなかったんで嬉しいです。昨年の元カに続く史上5人目の57段成功です。おめでとうございます。史上5人目の男となったユーガ、大会新記録更新にも期待がかかった。続いて57段3人目の挑戦者となります。先ほど、ユーガが史上5人目の成功者となりました。果たしてこの男は、6人目となるか。サスケや逃走中のワールドを作る建築税、モッツーの挑戦です。同じ大会で57段の成功者が現れたのは、3年前に行われたスポマンミニ大会の、高槻とサーモン以来となります。3年ぶりの快挙となるか。モップが飛んだー。超えたー。ユーガの超絶モップを成功させたー。なんということだ。これがモップーさじゃ。3年ぶりの会場。モップが飛んだー。もう嘘だろ。超えたー。マジで？あのユーガの超絶モップも成功させたー。モップが飛んだー。超えたー。ユーガの続いてモッツーも成功させたー。これが、なんということだ。これがモッツーさーじゃ。3年ぶりの会場。高槻とサーモン以来、4大会ぶりに2人同時で大会最高記録成功となりました。誰がこんな展開を予想しただろうか。2回ほどジャンプをしながら助走をつけていきました。そしてここでの踏み切り、タイミングは完璧。そしてかわし方も完璧であります。見事な跳躍です。今まで4人しか超えていなかった57段ですが、その歴史に新たに2人の名前が刻み込まれました。そしてこの挙動、
喜びを爆発させております。モッツーさん、やりましたね。いやー待ってよ、本当に。まあ今回は募集なのかいけるかってなったんですけど、行ってみりゃまあ成功したんで、もうこれはあるんじゃないですか。もう期待しております。さあ、モンスターボックスが過去最高レベルで盛り上がっております。果たしてこの男も夕方モップに続けるか、超えて7人目の成功者となるか、ばあちゃんじいちゃんの挑戦です。史上最強のネタ枠としてその肩書きをまさに体現するか。さあどうだ、うおー超えたー、まさか嘘だろ。さあどうだ、うわー嘘だろ、初めてじゃね、これヤバいって今回。さあどうだ、うわさあどうだ、マジでまさかこれ今回新記録あるか。さあどうだ、うおー超えたー、まさか嘘だろ、こんなことがあっただろうか。史上最もカオスな展開となりました。史上初3人同時で大会最高記録成功となりました。まさかの展開となったモンスターボックス、チョコレートに多大なプレッシャーがかかる。チョコレートさん、いけそうですか？はい、絶対いけます。もう一度超えましょう。そのために来たのですから。いよいよ、57段最後の挑戦者となりました。この57段を2度超えたのは、かつて、コロッセオ2連覇を成し遂げた高っちのみです。その高っちの姿も、この目で見てきた。2021年から出場を続けていたチョコレート。2度目の出場で57段を超えた。そして今再び対面することとなったこの壁を、もう一度己の実力で制圧するか。すでにユーザー、モップー、ばあちゃんじいちゃんの3人が超えた。かつてないプレッシャーがかかる中で、もう一度この壁をねじ伏せるか。さあどうだー、あーっとチョコレート、残念ながら57段を制圧できませんでした。記録は49段です。一度ジャンプをしながら助走をつけていきました。しかし踏み切りのところでタイミングが合わなかったか、乗ってしまいました。うん、超えられなかったのは悔しいですけど、まあでもこうやってまた出られただけでも嬉しいですし、前回ダメだったショットガンタッチもやりたいので、また次の種目で挽回していきます。わかりました、ぜひ期待しております。チョコレートのモンスターボックスはここで終わった。そしてついに大会新記録58段が姿を現した。かつて4人の男たちがこの段に挑んだが、誰一人として超えた者はいない。その領域を目の当たりにした男たちは、ここからさらに一段上がります。なるほど、いやなるほど、もう行ったらやばくね、もう行ったらやばくね、うん、段無理ですね、段無理ですね、超えられるようにはなってます。あ、じゃあ行ける。いよいよ新時代の幕開けだ。最初の挑戦者はユーザー。さあ58段5度目の決戦となりました。史上初大会新記録対決となった今大会、タカッチ、サーモン、チョコレート、元カノ4人を拒んだこの高さ、まず最初に挑んでいくのはユーザーです。今回出場しているチョコレートはすでに脱落。さらに58段に進出した3人は全員初出場。つまりこれは新時代の幕開けを意味しているのです。その第一人者として、果たして58段を超えるか。いざ決戦の時。さあどうだ、ユーザー超えられる、やはり高すぎる58段。史上5人目の挑戦者となったユーザーを拒みました。助走は完璧に見えましたが、
踏み切りが若干早かったか。58段を超えるというその思いは続いての挑戦者であるモップーに引き継がれます。プレイヤーたちの限界に挑むというのはそう簡単に成功することではない。その領域に続いて挑むのはモップー。史上初大会新記録対決となった今大会、かつてないハイレベルな空中戦を制するのは誰なのか、そしてプレイヤーたちの限界を突破するのは誰なのか。高橋、サーモン、チョコレート、元川拒んだ58段、そして今回も優雅が拒まれた。果たしてこの男は史上初の58段成功となるか。建築デイ、モップーの挑戦です。さあ、中学1年生にして史上最大の挑戦が始まります。果たしてコロッセオ初の58段成功となるか、超えてナンバーワンとなるか。ユーザー拒んだ58段、さあどうだ。またしてもプレイヤーが超えることを拒んでしまった。これはきついぞ。これはきついぞ。本人からもきついと声が漏れた。先ほどと同様に2回ほどジャンプをしてタイミング調整を図ったか。しかしそう簡単には超えさせてくれなかった。ユーガ、モップーが58段を失敗。いよいよ、3人目。最後の挑戦者だ。最後の挑戦者は、ばあちゃんじいちゃん。いよいよ、大会新記録対決、最後の挑戦者となりました。かつて、ホライゾンに何度も怒られ、恥をかいたこともあった。史上最強のメタ枠として、その怒りをこのモンスターボックスにぶつける。その男の名は、ばあちゃんじいちゃんであります。女好きの老害という肩書きを高っちにつけられたこともあった。所詮ネタ枠だからと馬鹿にされたこともあった。ホライズンに何度も怒られ、大勢のプレイヤーの前で恥をかいたこともあった。その今まで溜めてきた思いを、怒りをこのモンスターボックスにぶつける。そして、自分は最強の男だと、声高らかに、そう叫ぶことができるか。超えて、ナンバーワンとなるか。さあ、スタート。どうだ？これは超えたかどうか微妙だ。どうだ？いや、これはダメだね。これは超えたかどうか微妙だ。横に添えてるから、これはアウト。これは超えたかどうか微妙だ。あーっと、選手横からは左側にそれたからアウトだという声が上がっております。スローで確認してみましょう。あーっと、確かにモンスターボックスの左側にそれてしまっています。2024年元日、モンスターボックスの激闘はここで幕を下ろします。というわけで、第一種目、モンスターボックスは、3人同時優勝です。総合ランキングだ。57段を成功させたユーガ、モップー、ばあちゃんじいちゃんが同率1位。それに次いで、記録49段となった大勢とチョコレートが2位。ギャルセイは3位という結果となった。続いては、史上最上難易度の魔像が進化して帰ってくるぜ。コロッセオに現れた魔像、第2種目、クレイジーキャッスル。さっき、ファーストステージで猛威を振るう象徴エリアである、そり立つ壁が第1エリアだ。そしてその壁を登った先には、前回よりも2倍以上の高さにリサイズされた、エンスクライムが待ち構えているぜ。そして第3エリアは、サスケファイナルステージでおなじみ、綱登りだ。前回大会で猛威を振るった魔像が、進化を遂げて帰ってきた。果たして誰が頂上のフラッグを掴み取るのか。第1組はこの3人。実力者と新生 MC サスケデイが直接対決。実力者の本領発揮か、それとも新生の覚醒か。このコロッセオに突如として現れた高き魔女。
第1組目として挑む者が3名。まずは建築勢、モットゥ。マインクラフトサスケの実力者、ユーガ。そして新たなるマインクラフトサスケ勢としてやってきました、ランセイです。これから始まる3名第1組による戦い、自分の道を切り開くがごとく、いざ登り詰めてみせよ。よーい、スタートの合図が今切られました。さあ一気に駆け上っていく。さあ先に登ったのがモットゥ、そしてユーガもラルセイも後押しするように進んでいきます。さあモットゥが速い、モットゥが速い。一朝一夕に綱登りを登って、それをあっという間、決勝の切符を今掴み取ってみせたモットゥが決勝進出ということになります。待ち合わせがごとく遅れてやってきたユーガとラルセイも見事な戦いを見せてくれました。さあモットゥさん、少し余裕の持った形で決勝進出ということになりましたが、どうですか今の心境。いやーね、今回ユーガさんがね、あの真ん中のレインでこれ勝てるかってなったんですけど、まあこれはまあしっかりと経験を生かしていけると思います。ラルセイとユーガに圧倒的な差をつけたモットゥ、決勝戦でも期待だ。第2組は統合版からの刺客である大瀬とモンスターボックス57段記録保持者であるばあちゃんじいちゃんとチョコレートが直接対決となるぜ。先ほどモンスターボックスの覇権を新勢力に奪われたチョコレート、この種目でポイントを落としてしまうとショットガンタッチの前で敗退する可能性が高まってしまう。果たして予選突破をして準優勝経験者の意地を見せられるか。各挑戦者3名による準備が今整ったところでしょうか。2組目を迎えました。まずは B ジャバからの刺客大勢、史上最強のネタ枠ばあちゃんじいちゃん。そして3人目、2022年夏準優勝を果たしましたチョコレートが挑みます。いきなりして強者揃いがやってまいりました。この戦いどうなっていくのでありましょうか。よーい、ここに来たるか百戦錬磨、そんな戦いが予想されます。3人ともそり立つ壁を登ってみせました。さあここまでは同時だ。網はしごを着実に登っていく、若干速いのがばあちゃんじいちゃんだ、若干速い。そして綱登りもあっという間に登り詰めてみせた。この強者揃い、まさに百戦錬磨の戦いの中で見事予選を突破しましたばあちゃんじいちゃん。何より本人が喜んでおります、この状況。さあばあちゃんじいちゃんさん、かつて準優勝を果たしたチョコレートさんに見事打ち勝ってみせた状況となっておりますが、どうですか今の心境。腕つくりくり、やっちまったな。トラップドアがなかなか開けられなくて、そこで手こずって時間使ってしまいましたね。次が挽回する最後のチャンスなので頑張ります。決勝戦に進んだのは建築勢のモップーと史上最強のネタ枠ばあちゃんじいちゃんとなったぜ。さあ相手はモットゥーさんでありますが、どうですか今の心境。まあモットゥーさんね、あの人ね、口臭いんですよ。もう頭皮も臭いし。さあばあちゃんじいちゃんさんが毒舌まみれのコメントを言ったそうですが、どうでしょうか。いやーそうですね、ばあちゃんじいちゃんと当たることはもう予想してたんで、もうここはね、ばあちゃんじいちゃんが早く行って、そしてね、もうね、優勝したいと思いますよ。モンスターボックスに続いてクレイジーキャッスル決勝戦。6名の戦いの中で見事予選を突破し生き残ったのはこの2名。果たしてどんな戦いが始まるというのでありましょうか。決勝まで進んだ2名の挑戦者、果たして頂上まで登り詰めるのはどちらか。よーい、優勝までの第一歩を踏み出す時だ。さあ2人とも登っていく、同時に登っていきました。反り立つ壁、そして網をひたすら登っていく、ほぼ同時だ、ほぼ同時だ。そして綱登り同時に行きました。あっと思って落ちてしまった。ここで
バーチャルじいちゃんが頂点まで登り詰めてみせました。そして赤い旗を掴んでみせて見事優勝を決めてまいりました。さあ初挑戦のクレイジーキャッスルということでいかがでしたでしょうか。やっぱクレイジーキャッスルって楽しいよな。ね、やっぱり楽しさがあってこそ優勝につなげることができましたね。ということでばあちゃんじいちゃんさんクレイジーキャッスル見事優勝が決まりました。おめでとうございました。今回クレイジーキャッスルの実況を担当してくださった慶生さんは PE 版のマインクラフトでサスケの大会を開催し動画化しているんだぜ。概要欄にはそのチャンネルをリンクも載せておくぜ。ぜひ見てくれよな。総合ランキングだ。クレイジーキャッスルを制したばあちゃんじいちゃんが単独トップに躍り出た。そしてモップーが2位、続いて3位がユーガ、同率4位がタイセとチョコレート、6位がラルセイとなった。続いては己の指先の実力が試される地獄の新種目が登場するぜ。第3種目は指先の持久力が試される無限ハードル地獄ハードジャンパー。そのルールは至ってシンプル。定期的にそして無限に襲ってくるハードルを飛び越え一番多く飛んだ者が勝者となるぜ。このように A ボタンでのジャンプを用いてブロックに乗る降りるという動作をひたすら続けるだけだ。一度でもジャンプのタイミングを間違えると、ブロックピストンに落とされてしまう。そうなってしまうと、脱落となるぜ。また、100回を超えると、ピストン動作の間隔が1秒から 0.8 秒にスピードアップするぜ。つまり、持久力だけでなく、スピードアップに対する適応力も試される関門となるぜ。果たして、誰が一番多く飛ぶのか。そして、この種目をもって、解散名は脱落となってしまうぜ。リベンジに燃えるチョコレートは現在総合4位、すでに脱落圏内に立たされている。ショットガンタッチに進出するにはこの種目で3位以上を取ることが絶対条件だ。それではハードジャンパー第1組から試技を開始いたします。第1ポジションは2年ぶりの復活チョコレート王。第2ポジションは史上最強のネタ枠ばあちゃんじいちゃん。第3ポジションはアスレデイナンバーワンに最も多く近づいた男ユーガー。無限ハードル地獄ハードジャンパー。果たしてこの地獄の持久戦を制するのは誰なのか。さあ始まった。かつて高槻を最後まで追い詰めた男であるチョコレートと新勢力のばあちゃんじいちゃんとユーガによる直接対決となりました。ばあちゃんじいちゃんは現在暫定1位、ユーガは現在暫定3位となっております。チョコレートは現在暫定4位であり脱落圏内にいますが、おっとチョコレート危ない。あっとリベンジがかかっていたチョコレート、操作を誤ってしまいジャンプするタイミングを合わせられずリタイア。記録20回となった。チョコレートがまさかのここで脱落。早すぎる脱落となりましたが、それでもなお新勢力の2人は跳躍を続けております。昨年から勢力交代の波が押し寄せてきている中で、その中でも頭角を現し始めているのがこの2人です。ユーガはかつてオリゴンサスケを完全制覇、またカナコウさんが開催するマイクラアスレレースで歴代最多3度の本戦出場を成し遂げた実力者であります。ばあちゃんじいちゃんはネタ枠と思われがちですが、MC サスケではサードステージに進出した経験もあり、レッとした実力者なのです。さあ、1分が経過いたしましたが、両者全く引けを取らない。全く疲れていない。本決ボタンのようなトーナメント制ではないので、一度きりの試技でどれだけ記録を伸ばせるかが鍵となります。間もなく80回となります。若干疲れが見えてきましたが、まだこの後、100回を超えたタイミングでハードルの動作感覚が、1秒から 0.8 秒へとスピードアップします。さあ90回を超えた。また2人とも耐えております。しかし間もなくハードルのスピードが上がります。さあここからが本当の勝負だ。スピードアップ。さあスピードアップだ。ここからアップユーガー。
そしてばあちゃんじいちゃんも脱落。みんな、103回で暫定2位となりました。そして見事、暫定1位となったのは、ばあちゃんじいちゃん。記録は、105回です。ばあちゃんじいちゃんさん、やりましたね。危なかったですね。まさかだよね。まさかじゃないって、まさかって言わないでください。続いては、第2組目の試技となります。果たして、ばあちゃんじいちゃんの記録を超えるのは誰なのか。第1ポジションは、YouTuber のやるせいであります。第2ポジションは、建築税のモップー。第3ポジションは、DE からの凱旋、大勢であります。さあ、この試技で種目優勝が決定いたします。現在の最高記録は、ばあちゃんじいちゃんの105回です。果たして、誰がこの記録を超えるのか。第2組目スタート。前人が優勝後、あーっと大勢どうした？まさかの、たった3回で失敗するという悲劇。この瞬間、サバイバル脱落が決定。大勢のスポダンは、ここで終わった。まさかの大勢が、たった3回で脱落となってしまった。残るはラルテイトモップ。ばあちゃんじいちゃんの最高記録である105回を超えられるか？モップは現在暫定に。MC サスケの制作に力を入れているこの男。WiiU の差し入れが発表された際にプルシから頼まれ。現在はサスケ、ラストバトルの開催に向けて実況を練習しているとのことです。ラルテイは現在暫定6位。YouTube ではサスケのイメージトレーニングや、ゲーム実況、やってみた企画など、様々なジャンルで面白い動画をアップしております。現在、チャンネル登録者数は1100人を超えており、今後も順当に再生回数を伸ばし、いずれは収益化するのを目標としております。もし、ここで種目12位以上を取らなければ、サバイバル脱落となります。つまり、ユーザーの記録である103回よりも多く飛ぶのが再生条件なのです。さあ、1分を超えましたが、容赦全く疲れを見せない。ショットガンタッチに進むためにも、ここで記録を落としてはならない。アーストラルテイここで終わってしまった。70回を超えて集中力が切れてしまったか、操作を誤って失敗。ラルテイもここで、サバイバル脱落となった。ラルテイ、踏ん張ってはいたものの、ここで残念ながら脱落となります。さあ、残るはモップのみ。果たしてモップは、ばあちゃんじいちゃんの記録を超えられるか？間もなく90回を迎えます。さあいよいよ、スピードアップの時が迫ってきた。ここが勝負どころだぞ。さあ間もなくスピードアップであります。モップ耐えられるか？スピードアップ。さあスピードアップだ。なんと、モップが耐えている。ここはあえてスニークを使うという作戦で攻略していきます。しかしながら早すぎる動作によりモップにも限界が訪れてきている。どこまで記録を伸ばせるか。モップを必死に耐えているがかなり厳しい。すでに回数は120回を超えておりますが、あっとモップここで終了。しかしながらばあちゃんじいちゃんの記録を大きく上回りました。モップの記録は129回です。モップさんおめでとうございます。そうですね。まあ、とりあえず、ハンドジャンプはね、まあ、ばあちゃんじいちゃんの記録超えたのは、まあ、まずは良かったかなと思います。というわけで、第3種目、ハードジャンパー、優勝は、モップに決定いたしました。やったぜ！やったぜ！そしてこの瞬間、解散名のラルゼイ、大勢、チョコレートが脱落となった。いやー、悔しいですね。負けたくなかったので。大惨敗ですね。また次があればリベンジしようと思います。はぁ、やっちまったな。あそこで操作ミスってなかったら、多分ショットガンタッチにはいけましたね。あと予想通り、モッツーさん強かったですね。自分も頑張らないといけないと思いました。ハードジャンパー終了により、ショットガンタッチ進出者が決定。脱落圏内にいたチョコレート、大勢、ラルテイは挽回できることとなく脱落となった。これにより、ショットガンタッチ進出者は、ユーザー、ばあちゃんじいちゃん、モップーの3人となったぜ。
いよいよ最終種目。最後に笑うのは、誰だ？と、その前に、大会収録後、とある大会の撮影がコロッセオで行われたため、そちらもお送りするぜ。モンスターボックス。これまで、延べ35人が挑んできた中で、タカッチ、サーモン、チョコレート、元カノ4人が成功させた、大会最高記録57段。そして今回もモップ、ユーザ、ばあちゃんじいちゃんが成功させたが、ウプ主の中にはまだ、とある疑問が残っていた。本当に57段が限界なのか？ということで今回のモンスターボックス記録会には、初挑戦の男たちはもちろん、過去の出場経験者や、モンスターボックス大会最高記録保持者など、過去最多である10人が参加することとなったぜ。もちろん、今大会で57段を成功させたモップや、2023年元日の王者となったモトカもいるぜ。モンスターボックス初挑戦はヨッシー、ニュートラルライフ、ショープの3人。過去3年間で、出場経験のあるのは、モップ、モトカ、コウタ、サーモン、ばあちゃんじいちゃん、タノスケ、ケンさんの7人だぜ。その中で、過去に57段を成功させたのはモップ、モトカ、ばあちゃんじいちゃん、そしてミニ大会で成功させたサーモンの4人。史上最大規模での記録会開催となったぜ。1年半越しの思いをあーっとどうした。まさかの、ケンさんが49段失敗。しかし、ケンさんだけが49段を失敗。まさかの展開に驚きを隠せなかったぜ。黒歴史、また進んできたね。さあ、いよいよ、57段への挑戦となります。かつて、選ばれし7人のみが超えた、57段。果たして、今回は誰が超えるのか。そして誰が、58段の限界を超えるのか。まず最初に挑んでいくのは、MC サスケ勢の、ヨッシーです。モンスターボックス初挑戦のヨッシー。果たして、この衝撃を制圧するか。ヨッシーが飛んだー。あーっと乗ってしまった。一人目の挑戦者、ヨッシーはここで脱落です。モンスターボックスというものは、そう甘くはない。続いて挑んだ、ニュートラルライフも57段失敗となった。さあ、続いては、先日収録された大会で、57段を成功したこの男。史上初の、2大会連続の57段成功となるか。マイクラス5段の新生選手、建築勢のモップが、再び57段に挑戦します。2023年元日王者の元カがいるその名で、2度目の成功を成し遂げるか。もう一度超えていくか。いったー。史上初の快挙。こんなことがあるのか。もう一度超えていくか。もう一度超えていくか。いったー。史上初の快挙。こんなことがあるのか。恐るべき新生選手モップ。もう一度、57段を超えてみせた。2023年元日王者の元カが見るその前で、史上初、2大会連続の57段成功を、モップが成し遂げました。モップさん、2度目の57段成功です。ありがとうございました。モップ、まさかの、2大会連続で57段成功。新生選手の活躍を目の当たりにしたもとか、これは負けてられないぜ。いやー、超えちゃったらな。行くしかないですね。ミスターコロッセオもとか、Wii U 最後のモンスターボックスで、結果を残せるか。1年前。それは、自分が最も輝いていた瞬間だった。その続きを、見せてくれ。ミスターコロッセオ。2021年春から2023年元日までの、すべての大会を知る男。そしてこの2024年も、この男が降臨いたしました。まさに、1年前の今日、この日。史上4人目の、57段成功を成し遂げました。ミスターコロッセオ、元カノ挑戦です。さあ走り出す。
元カどうだー、あーっとなってしまったー。元カ、人生選手ランクに続くことはできなかった。記録は49段です。新勢力が台頭する中での敗北となった元カ、統合版スポダンでの活躍を期待しよう。そして続いては、自身が開催する MC サスケを動画化する、初挑戦のこの男。果たして、初挑戦でこの57段を成功させるか。YouTuber、勝負の挑戦です。普段は、MC サスケを開催したり、ケンさんと共に動画を撮るこの男。モンスターボックスではどうか。さあどうだー。あーっと、ショーツもここで失敗。初挑戦のショーツも、惜しくも失敗。ここまで5人の挑戦の中で、57段成功者はたったの1人。続いては、4度目の挑戦でリベンジを誓う、この男。2021年は49段で失敗。2022年と2023年は57段で失敗。今回こそは57段を超えるか。MC サスケに人生をかける男、コウタが挑んでいきます。2021年から今回まで出場を続けてる男は、タカッチ、モトカ、チョコレート、コウタ、サーモンの5人のみ。その中で唯一、57段成功経験がないコウタ。果たして、念願の57段成功となるか。さあどうだー。あーっと、コウタ。コウタの夢は、叶えることができなかった。ここで脱落です。コウタ。念願の57段成功ならず。うわ、またかよ、またかよ。続く、スポマン準優勝のサーモン。2年9ヶ月ぶりの57段攻略を目指したが、惜しくも失敗、2度目の攻略とならず。さらに、先ほど57段成功を見せたばあちゃんじいちゃんも。惜しくも失敗。モップに続き、2大会連続の攻略とはならなかった。ここまで、8人中クリアはたったの1人。残るは、あと1人となった。いよいよ、最後の挑戦者となりました。ウィーンでの57段との戦いも、いよいよフィナーレとなります。かつて、延べ45人が挑戦してきたモンスターボックス。超えたのは、たったの7人です。いよいよ、57段に挑戦する、本当の最後の挑戦者となりました。自称おばあさま、たのすけの挑戦であります。延べ46人目、最後の挑戦者、たのすけ。モップに続き、自身2大会連続の57段クリアとなるか。MC サスケの実力者として、その意地を見せつけられるか。さあどうだー。あーっと、これはー。足がついていました。残念ながら57段成功となりませんでした。記録は49段です。この瞬間、モップーの優勝が決定。58段へただ一人挑戦することとなりました。ついに姿を現した58段の壁。10人の挑戦者のうち、ここまで残ったのはたった一人だぜ。2021年から始まったモンスターボックス58段との戦い。それ以来、7名の挑戦者たちを拒んできた。マインクラフター VS モンスターボックス58段。いよいよ、決着の時だぜ。過去3年間、7度にわたって EU で開催されてきたモンスターボックス。プレイヤーたちと58段の壁との戦いが、今宵、ついに完全決着となります。果たして今宵、この58段の壁を制圧し、モンスターボックスの覇権を握るのか。それとも、最後まで人類を拒むのか。いよいよ、モンスターボックス最終決戦。すべては、この男に託されています。史上最年少にして、史上最大の挑戦。それを背負うのは、建築税、モップン、ただ一人であります。果たしてモップーは、まだ誰も見たことのない世界を見せてくれるのか。いざ、決戦の時であります。モンスターボックス、最後の挑戦者、モップー。58段成功で、優秀の美を飾れるか。
モンスターボックスの覇権をつかみ取るために、延べ46人の頂点に立つために、さあどうだー、超えられなかったー。人類は58段の壁を超えることはできなかった。モンスターボックス58段とプレイヤーとの戦いはこれにて完全決着となります。残念ながら58段の壁を超える者は現れませんでした。それでも、すべてのプレイヤーが素晴らしい戦いを見せてくれました。モッツーさん、最後のモンスターボックスでしたが、今回の挑戦はどうでしたか？まあ予想通りであった。結局なんで、まあクリアしたっていうのは、まあ、結構難しい話だから、まあそれだけいいんじゃないかな。ありがとうございました。モンスターボックス記録会、優勝は、モッツー。記録、57段。年に一度の祭典、マインクラフトスポダン。いよいよ、総合優勝を決める時が、やってまいりました。果たして、勝利の代価を上げるのは誰なのか。最終種目、ショットガンタッチ。10メートル上から落ちてくるボールをどれだけ遠くから取ることができるかを競う競技だぜ。ボールを取れば成功、失敗したらそこで終了となり、サバイバル脱落だ。試技は現在の総合順位の低いものから行うぜ。成功すれば35ポイントが与えられ、逆転1位となるぜ。ショットガンタッチには、モンスターボックスで大会最高記録57段を成功させた3人が進出となったぜ。1人目は、ここまで暫定1位をキープし、クレイジーキャッスルでタワー圧倒して決勝を勝ち取った、史上最強のネタ枠とされる、ばあちゃんじいちゃん。いやまあちょっと今日、まあ今回ね、コータがいないということで、嬉しいです。まあ、わかるかもしれない。2人目は、先ほどのハードジャンパーで優勝し、暫定同率1位に上り詰めた、モッツー。まあここまで来たなら、とりあえず、50秒増やして、頑張っていきたいと思います。そして3人目は、ハードジャンパーで惜しくもばあちゃんじいちゃんに敗れたが、バランスよく加点して、暫定3位となった、ユーガ。まあ、なんか、ここまで切れたのは、まあ、あんまよくわかってないんですけど。本当だ、頑張ろうと思います。成功すれば逆転1位、失敗すれば即脱落。2024年元日、最後に笑うのは、誰だ。それでは、11メートルから、試技を開始いたします。まず最初に挑んでいくのは、マイクラアスレレース、歴代最多、3度の本戦出場。ホリゾンサスケ完全制覇者の、ユーガが挑んでいきます。アスレデイの挑戦に最も近づいた男。初挑戦のショットガンタッチはどうか。さあどうでしょう。余裕の成功です。見事、11メートルを成功し暫定トップになりました。アスレデイナンバーワンに最も多く近づいた男として、ここで失敗するわけにはいきません。11メートルは余裕の成功となりました。続いて挑むのは、サスケや逃走中のワールドを作る男。建築デイ、モップが挑みます。先ほどのハードジャンパーで優勝となったモップ。果たして、記録を伸ばせるか、さあどうだ。触れたー。モップも11メートル成功となりました。ボールに触れる際に、一瞬後ろを向く余裕がありました。格の違いを見せつけたモップ。これにより、モップがユーガのポイントを上回り暫定1位となります。11メートル、最後の挑戦者はこの男。史上、最強のネタ枠、ばあちゃんじいちゃんが挑みます。クレイジーキャッスルで圧勝したばあちゃんじいちゃん。果たして、ショットガンタッチでも結果を残すか。さあ押した。見事成功です。この男も、余裕で11メートル成功。これで、3人全員が、11メートル成功となりました。11メートルは3人全員が成功。続く12メートルは。さあ押した。見事成功です。さあどうでしょう。触れたー、余裕の成功です。おー、オッケー。さあどうだ。見事クリアー、余裕です。
12メートルも3人全員が成功。次はいよいよ13メートルへの挑戦となるぜ。初挑戦で13メートルを成功させたのは、スコマン準優勝のサーモン。たった一人だぜ。もし成功させると、マインクラフトコロッセオの歴史を大きく動かすこととなる。果たして、誰が成功させるのだろうか。距離は13メートルに伸びました。前回大会はここで、高槻と相田がふるいにかけられました。そんな13メートルを、果たしてこの男は、初挑戦で成功させるか。アスレデイナンバーワンに最も多く近づいた男である優雅が、初出場で、この13メートルに挑みます。初挑戦で13メートルを成功させたのは、スコマン準優勝のサーモン、たった一人です。勝利を手にするには、ここを成功させる必要があります。ここで消えるのか、それとも生き残るか。さあ行った。優雅の13メートルどうだ。見事。初挑戦の優雅、13メートルを見事成功いたしました。スポーツマンナンバーワン決定戦のサーモン以来、2年半ぶりの快挙となります。見事な挑戦でした。続いては、建築勢のモッツンが、優雅と同じく、初挑戦で13メートルに挑みます。リーダーはこの13メートルを成功させ逆転できる。そしてモッツンも初挑戦でこの距離を成功させなければその瞬間脱落となってしまいます。果たしてモッツンはここで生き残るのか、それとも脱落してしまうのか。心を決めた。13メートルへの挑戦どうだモッツン。見事成功。リーダーに続いてモッツンも初挑戦で13メートルを成功いたしました。ここまで2人連続で13メートルを成功。おっと、まだかなり余裕がありそうです。これでモップは再び暫定1位となりました。さあいよいよ13メートル最後の挑戦者となります。果たして優雅とモップに続いて初挑戦で13メートルを成功させるか。史上最強のネタ枠、ばあちゃんじいちゃんの挑戦です。現在、ばあちゃんじいちゃんは暫定1位。逆転するには、この13メートルを成功させなければなりません。失敗すれば、そこで脱落となります。史上最強のネタ枠から、スポダンの王者になり上がるか。意を決した。ばあちゃんじいちゃん発進。どうだー。増えたー。ばあちゃんじいちゃんも見事、13メートルを成功いたしました。今大会はレベルが違う。なんと、3人全員が13メートルを初挑戦でクリアいたしました。優勝争いはまだ続きます。そしてついに、大会最高記録、14メートルに突入していくぜ。昨年に続いて今回も、大会最高記録対決となったぜ。まあ、序盤だけど、初日が普通なのに、初日の日が長いと、こいつ、編集めっちゃ大変やで。2021年に高槻が14メートルを成功させて以来、誰一人としてこの距離を成功させた者はいない。さらに彼らは初出場。もちろん、MC スポダンの経験など、全くない。そんな彼らだが果たして、歴史を動かすことはできるのか。そして、新王者となるのは、誰だ。さあいよいよ、大会最高記録、14メートルへの挑戦となります。まずは、アスレデイナンバーワンに最も多く近づいた男。優雅が、初挑戦のショットガンタッチで、14メートルに挑みます。かつて、この距離はスポーツマンナンバーワン決定戦で、高槻のりが、成功させたことのある距離となります。もし、成功させれば2年半ぶりの快挙。史上2人目の、14メートル成功となります。果たしてユーザーは歴史を動かすのか。そして優勝争いに残るか。失敗すれば即脱落。歴史を動かすかユーザーどうだー。行ったー。なんとまさか歴史を動かすかユーザーどうだー。終わった俺ら。終わった俺ら終わった終わった終わったな。歴史を動かすかユーザーどうだー。いったー。
史上2年半ぶりの大会最高記録 14m 成功となります。かつて高槻だけが成功させたこの距離をついに成功させる者が現れました。しっかりとボールに触れている。それどころかまだ若干余裕があります。さすがです。ゆうがさん、史上2人目の大会最高記録 14m 成功です。やったな、僕やったな。あれなんでやねん。あれモップーとばあちゃんじいちゃんは 14m を成功させなければ脱落となります。ゆうがはさすこと 14m を成功させ逆転1位。果たしてこの男も続くことはできるのか。建築デイのモップーが初挑戦のショットガン着地で 14m に挑みます。優勝争いに残るにはモップーもこの距離を初挑戦で成功させなければならない。果たしてここで消えるのか、それとも残るのか。頂点を目指して、さあどうだ。あっとここでボールに触れることができなかった。建築デイのモップー、ここで脱落となります。今回のスポダンはどうでしたか？そうですね、まあね、まあ結構ね、長い期間ね、結構準備してきて、それでトレーニングしてきたので、まあこの結果は結構悔しいかなと思いますけど。今後もまた総合版マイクラでスポダンを開催する予定なので、ぜひ参加してください。嫌です。 14m の挑戦で脱落となった。しかし初挑戦でここまで記録を伸ばしたモップー、お見事だったぜ。いよいよ 14m に挑む最後の挑戦者となります。モップーは先ほど脱落。ゆうがとこの男との一騎打ちとなりました。史上最強のネタ枠ばあちゃんじいちゃんの挑戦であります。ゆうがはすでに 14m を成功、モップーは 14m を失敗し脱落。つまりばあちゃんじいちゃんはこの 14m を成功させなければ敗北。その瞬間、ユーガの優勝が決定いたします。ユーガやモップーと同じく初挑戦のショットガンタッチで失敗すれば即敗北という状況で、果たしてばあちゃんじいちゃんはこの 14m を成功させるか。失敗すれば即脱落、失敗すればユーガの優勝が決まる。意を決したコロッセオの神に選ばれるか。これはどうだ。コロッセオの神に選ばれるか。これはどうだ。かなり深刻なラグがばあちゃんじいちゃんを襲っていました。ラグ、それはラグかも。かなり深刻なラグがばあちゃんじいちゃんを襲っていました。しかし、ばあちゃんじいちゃんの手にはボールがあります。これは成功です。まだまだ勝負は終わらせない。これこそがばあちゃんじいちゃんの底力。史上最強のネタ枠という肩書きをまさに今ここで体現した。見事な挑戦でした。いよいよ大会新記録 15m への挑戦となるぜ。スポマン準優勝のサーモンとタカッチ以来2年半ぶりの新記録対決となるぜ。2年半前にタカッチが成功させた 14m をさらに 1m 上回る記録。1年前の大会では元カが挑戦したが失敗に終わっているぜ。果たして、ばあちゃんじいちゃんが勝つのか、それとも、ユーガが勝つのか。最後の王者は、誰だ。ショットガンタッチ大会新記録、15m への挑戦となります。未だ、誰も成功させたことのないこの距離。優勝争いに残るには、この15mの成功が必須条件となります。まず最初に挑むのは、ホリゾンサスケ完全制覇者の、ユーガです。前人未到の距離 15m。 自身が先ほど成功させた 14m をさらに 7m 上回る記録となります。前回は己の限界との戦いでしたが、今回はユーガとばあちゃんじいちゃんの一騎打ち。失敗すればそこで脱落、初挑戦で 15m を成功させなければなりません。今までになくレベルの高いこの戦いを制するのは誰なのか。優勝争いに残るか、それともここで消えてしまうのか。
前代未聞の挑戦が始まります。すべてをかけたユーザー、どうだー？あーっとユーザー。記録を塗り替えることはできなかった。ユーザー、残念ながらここでサバイバル脱落となります。この瞬間、最強マインクラッター元日頂上決戦2024、優勝は史上最強のネタ枠、ばあちゃんじいちゃんに決定いたしました。ばあちゃんじいちゃんさん、今の気持ちをお答えください。まあそうですね、まあ、こうたくんも、あんだけ相談大好きこうたくんも成し遂げられなかった優勝、まさか初出場で成し遂げられると思っていなかったので、本当に皆様方、まあ、スポンサーの方々、スタッフの方々、まさかゼロ人ですけど、スタッフの方々、高橋さん、そして何より、もつーさん、今回の主催をしてくださってありがとうございます。というわけで、最強マインクラッター元日頂上決戦2024、優勝はばあちゃんじいちゃんに決定いたしました。おめでとうございます。コロッセオ、3人目の王者はばあちゃんじいちゃんに決定。勢力交代の時は確実に近づいている。数多くの男たちが戦い散っていったコロッセオ、悔しむ者もいた、頂点に立ち笑った者もいた。元カノだー、歴史を動かす時がやってまいりました。モップが飛んだー、これがモップ像じゃ。一つのジャンルを極めた男たちが集まる究極のスポーツの祭典。警察官、美しくたくましい戦う男たちの姿はこれからも時代を紡いでいくだろう。3年間コロッセを運営させていただいたのですが、一つ確信したことがあります。毎回たくさんの方が会場の設営に携わってくださり、そして楽しんで参加してくださる方や楽しんで見ていただける方がいる。そういった方がいる限りスポダンという文化がなくなるということは絶対にありません。絶対に確信してます。だからいつかテレビでもスポダンが再び見れることを祈ってます。ばあちゃんじいちゃん発信、どうだー、くれたー。